時計ファン、世界の腕時計コレクション4本をチョイスしてご紹介します。時計の委託アンティウォッチマンの提供でお送りします。1本目はエクセルシオパークツーレジクロノグラフ SS ヴィンテージクロノ45分積算系。エクセルシオパークは1866年創業のクロノグラフ専門メーカー。イギリス軍やスウェーデン軍向けに時計を製作していた歴史や、1940年から50年代にかけてはギャレット、ジラール・ペルゴ、ゼニスなどにムーブメントを供給していたことで知られていますが、現在ではすでにありません。2本目は、ジラール・ペルゴ・エクセルシオ・パーク・ CAL4。1950年代にジラール・ペルゴ社が手掛けた2レジスタークロノグラフになります。シンプルな文字盤には赤字でテレメーター、青字でタキメーター、黒字のミニッツマーカーが表記されており、それらのトリプルスケールがシルバー地に生えて、バランスの良いダイヤル構成、途中から表記が切り替わるユニークなデザインです。3本目は、エクセルシオパーク2レジクロノグラフ CAL4。1950年代 GF、SS、ハイコストで貴重な名機、自社製ムーブメントの CAL4 を搭載した2レジクロノグラフです。文字盤はヘアライン仕上げのシルバーカラー。くさび型、アラビア文字のインデックスに細身のペンシルハンドの組み合わせ。インダイヤルは3時1に45分積算系、9時1は永久秒針が配された2カウンター。4本目は、ギャレットコマンダーベビークロノグラフ。1940年代、希少なギャレットのベビークロノグラフです。ケースの横幅が29ミリと大変小ぶりですが、コロンとした厚みがあり、存在感があります。文字盤の複雑なデザインも大変魅力的です。ムーブメントは、他に例を見ない樽型のエクセルシオパーク CAL42 を搭載しています。仕上げも美しいクロノグラフの名機です。これらの時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティウォッチマンがお届けしました。